はい。これも多分,多分多くの受験生が苦手だと思います。織物とその種類の組み合わせとして正しくないものはどれか。A、越後縮み、朝織物。B、クルメガスリ木綿。C、さつま上布、木綿。D、タンゴのちりめん、絹。まあ、いかにも苦手そうですよね、絶対ね。はい。では、皆様、5秒で解いてみてください。どうぞ。 はい。では、早速行きましょう。ドン。答えはですね、えー、C ですね。この、さつま情報は、木綿ではなくて、朝、なんですね。はい。では、ちょっと見ていきますと、まず、絹織物といったら、西織これ有名ですね。あと、ウエラ紬。それから、木竜とアシカが有名な産地です。そして、麺ですが、今出てきた、このクルメガスリ。これですね。 えー、その他、小倉織、あと、有松絞り。まあ、これ、染め物ですね。染め物。有名です。それから、朝としては、この、はい、越後ごちじみ、おじやちみ。はい。えー、これですね。それから、薩摩上布。だから、これ、朝ということになるわけです。 代表的な絹、綿、朝をいくつか覚えておかないと、まあ、このあたり非常に皆さんね、苦労すると思います。苦手ですよ。苦手だからこそ頑張ってやって差をつけていってください。では次行きます。9番目、元禄期の財政難を招いた日光東照宮修理などの建築工事。A、で、巨額の富を築いた商人はどれか ?A、岩井壮君 B、奈良屋モザイモン。C、三井高利。 で、ヨネヤ・五郎です。えー、ではですね、視聴者の皆様5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。ということで、では早速いきます。ドン。今回は、まず B ということになります。えー、まず A からいきますと、今井聡君は、今井聡九というね、境の有名な商人ですね。 えー、その一応、まあね、えー、子供的にものになります。堺です。主因戦貿易で活躍した人です。初期合商と呼ばれます。B の奈良山左衛門は江戸の材木商ね、日光東照宮の修士でとも言えた人です。はい。えー、その他ですね、三井高俊は、江戸ですね、えー、越後屋。越後屋という呉服屋さんの元ですね。越後屋の祖です。 現金家計なしといって、当時は付け。まあ、要するに今でいうカード決済みたいなもので後払いが多いんですね。だけども必ず回収できるとは限らないので、うちは現金一括払いしか取り扱わないよと言って確実に回収していったのがこれです。その他、与デヤ達五郎はですね、大阪の米商人ですね、米国商です。しかしながら贅沢を押しすぎて全財産を募集されてるんですね。なおですね、かつて慶応の小学校ではこの人、急憩で出てましたよ。 贅沢をしすぎて全財産没収のことをね、結書と言うんですね。結書。結書となった大阪の米国省は誰かつって、この名前を急須で書かせる慶応の小学部の加工があります。まあ一応ね、えー、いろんなデータを取って覚えてほしいと思います。それでは早速次の問題に入りましょう。えー、10番目です。はい、下付の国で発見された鉱山はどれか。はい、A が、 相川、B が足を C が行くの D が大盛りです。まあ簡単な問題ですね。はい、では5秒あげますからぜひ考えてみてください。どうぞ。はい、では早速行きましょう。ドン。えー、まずですね、えー、相川といったら佐渡、佐渡金山のことです。ちなみにこれ現在ですね、 世界遺産に登録を目指していろいろやっててね、結構揉めてるところです。えー、万が一登録されたら多分めちゃくちゃ出ることになるでしょうね。だけど、まあちょっと厳しい可能性もありますね、現状ね。えー、そして B の足尾銅山、えー。これが答え、下付けですね。はい。足尾銅山は江戸時代から登場してます。江戸時代からです。はい。それ以外のものは全部戦国時代からありますからね。そして C のの、田島行の銀山。田島行の銀山。これ銀山です。 そして、D の、岩見大森銀山。もちろん、これは、あ現在、世界遺産です。これは世界遺産です。これを覚えてください。世界遺産です。世界遺産です。配布機法というね、やり方をですね、この銀の精錬法を、神谷樹帝という人がもたらして、この結果、たくさん銀が取れるようになったんですね。はい。で、えー、最終的にその銀は、あ特に、ね、戦国からね、江戸の初頭まで、 日本としてはあ、最も大きな輸出品になっていくんです。で、世界の銀の3分の1近くをここが産出したと言われてるんですね。はい。ではあ、次問題見ていきましょう。徳川家康を祀る日光東照宮の社殿の建築様式として、はい、正しいものはどれか。A、春日ガ作り。B、権ンゲ作り。C、神明作り。 D が代謝作りということになります。えー、では早速ですね、5秒をげますから皆様考えてみてください。どうぞ。はい。では早速行きましょう。ドン。えー、まず、春日作りでそのままです。春日大社、ね。奈良県です。で、B が答えですね。権限作りです。 えー、日光当主、この権限作りって何かというと、本殿と拝殿という建物をですね、の間をですね、ル沼、もしくは石の間というもので結んでるんですね、えー。その作り方を権限作りと言います。C の神明作りといったら伊勢神宮です。D の大社作りが出雲大社ということになります。はい。ではですね、早速次の問題入ります。12番です。はい、趣旨学を批判する内容を含み、山賀祖皇が ああ、処罰される。えー、原因となった書籍はどれか。はい。A、個室。B が政教要力。C が大学学問。D が同時問ということになります。では5秒あげますから、視聴者の皆様考えてみてください。どうぞ。はい。では早速行きましょう。ドン。ということで、まず A の個室はアライン白石ですね。 が作った、これ、えー、いわゆる、古代史研究の本です。B の政教養力が山が素行ですので、答えはこれです。この結果、赤王に流されることになります、えー。C の大学学問は熊沢万山で、この人もこの結果、今度、下尾スの古河に遊兵されていますね。えー、参勤交代などを批判していった本です、えー。政教養力は、これはあれですね、主学的な解釈の批判ですね。 そして、での同字門は、伊藤仁祭によるものです。伊藤仁祭と言ったら、その他、論語古儀。という本も有名ですね。申し古儀とかね。まあ、古と作るのは多いですね。だから、小技道っていう書軸も作っています。はい。では、次行きましょう。13番目です。元禄文化の代表的な画家の一人であった、住吉具形の作品はどれか。A、柿つばた図描部。B、紅白倍図屏風。 C が見返りビジネス。D が楽中楽外図鑑ということになります。はい、では5秒あげますから視聴者の皆様考えてみてください。どうぞ。<noise> はい、では早速行きましょう。ドン。はい、ということでですね、まず今回は住吉具形ですから答えは D の楽中楽外図鑑です。 間違いないでください。落中落会図屏風は可能英徳です。今回は図鑑です。で、早速いきます。まず A の柿津畑図屏風。えー、そして紅白イ津屏風。もに尾形光林の作品ですね。はい。えー、林と呼ばれるところの代表作家ですね。紅白イ津屏風は、田原よ総達の風神雷神図屏風の影響を受けていると言います。A の柿津畑図屏風はですね、 えー、八橋、薪江、螺鈿、硯箱というものとセットで、後から図説なんかで確認してみてください。いずれもですね、伊勢物語を題材にしていると言われます。そして、見返り美人図、菱川物信ですが、ポイントは、この人ですね、浮世絵の素なんです。浮世絵の素です。浮世絵の素なんですが、はい、この、 見返り美人図は手書きです。肉質画なんですね。だから、浮世絵の揃えあるように、見返り美人図を浮世絵として作ったはバスこれは浮世絵ではなく手書きということを確認しておいてください。で、あとからそれぞれ写真でね、画像をこれ見ておいてくださいね。